青のユニフォームがホームの FC マバリ、白のユニフォームがアウェーのヴィッセル神戸。リバが蹴ります。左足巻いてくるボール、決まった。前半の4分、先制は FC 今治チャラ。最初のチャンスはものにしました今治。でしょうか。そうですね、当たってますね。石原がヘディングしてスマート、はい、触って、触ってはいますね石原選手。当たったような形でしょうか。そうですね、はい、サービスゲーム始まっています。佐藤中入った、うん、おお、いやー、帯が出てきました。坂野が入ってきましたが、宮に来た、いやー、来ちゃった。仕留めました神戸パトリッキー。いや、サイド狙っていきました、コーナーキック。1対1の同点、角度をつけていきました。ジアン・パトリッキー、パトリックとしては今シーズン公式戦初ゴールになります。というところで奪って今治がマイボールにします。佐藤、はい、ボランチの佐藤のここは対応になりました。こぼれてきて右足、しかしいいキックが入ってきて、日高、いやー決まった。ここは伊藤が弾き返す。もう一度パンチング、90分間ホイッスル、90分で決着つきませんでした。 FC 今治とヴィッセル神戸、待ち構えすぎちゃってるところあります。さあ小木戸にボールをつないで宮代、さあ前がある、空いた、そして PK、 ホイッスルだって PK。 長いボールの後は細かくつないで、最後は山内が足がかけられて、ね、ここで左足に当たってましたね、はい、あー、ここは竹内も決めていきました。ゴールの右上、ここは届かないところ、勝ち越しました。あそこに蹴ればボール入れる、面白いボール入ってきた、外からシュートまでじゃないか、日野まだ進めてシュート、しかしキーパーキャッチ。ここでトラップが大きくなってしまいました。今、そして激闘終了のホイッスルが鳴り響きました。ヴィッセル神戸勝ちました。